現在時刻が11時20分ですね。今中岳温泉ね、11時に出て20分なんですけど、残り40分ほどで姿見平に着くそうです。姿見平、そっか、裾は以来だな、ごめんなさい。で、天気はこんな感じで、晴れ時々曇り、天気予報、天気では曇りっていうんですかね、雲の割合が多いんで、ただ日陰が出るぐらい日が差したりすることがあって、あちらの朝日岳方向は雲がかかってるんでね、頂上の人は残念ってなってるんでしょうけど、こちらの朝日岳の何ですか、西側っていうんですかね、こっち側はこのような感じで天気が晴れてるんで、今日は裾合平の方に来たのは大正解ということになります。今ね、来たところちょうどあっちですね、あの上の尾根をね歩いて降りてきて、でちょうどあの岩の上からジグザグで降りて中岳温泉という形で、今こういう形で地頭とか遊歩道がね出てきてます。多分ね、登山家の人にとってはこういう上の山とかなんていう山だかちょっとわかんないですけど、行ったりするんでしょうね。多分あっちはですね、遠間岳って言うんですね。あの真正面に見えるのが北鎮岳ですね。でピップ岳で、こっちは遠間岳ってあたりですね。で今ですね、このヒグマが結構見かけられるっていう場所らしいです。多分ヒグマはどっかから見てるんでしょうけど、まあね、大体ヒグマ朝ですね、朝と夜来るんでしょうけど、今はもうそよ風すぎてやばいです。こんなにいい景色がないんじゃないかってぐらい、今まで行った山の中でもしかして一番かもしれないですね、こんなに素晴らしい景色って。すごすぎる、だから来るべきですよ、天気が良ければ。ただね、裏朝日の下りがね40度ぐらいですごい怖いですけど、日が出てきた、すごい。じゃあまた行ってみましょう。あとちょうど30分ちょっとですね。はい、なんか一応こういう冬物の長袖着てますけど、冬物の長袖というか1枚で十分です。ジャンパーいらないです。暖かいです。もう僕どこどこまで、じゃあ行きましょう。現在11時41分ですね。多分これで分岐があって、裾合平のこれ分岐だと思うんですよね。ただ誰もいません。ちょっと時間的にはもうちょっとかかるはずなんですけど、こういう分岐があって、で暑いですね。日照りがすごいですね。夏の気温のような感じですね。で風は2メートルぐらい、全然暑いです。朝日岳の方は相変わらずこうやって雲がかかってますけど、自分がいる朝日岳のこっち側はもう全然晴れてますね。まあ、ベンチみたいなのがあって休憩とかできるらしいですけど、ちょっとね、怪しい雲がだんだん出てきたんで、夕方、午後から夕方、夜にかけては天気が崩れるらしいです。まあ、あと2時間ぐらいでね、まあ、姿見駅まで3キロなんで2時間ちょっとぐらいでゴールですけども、すごいとこです、とにかく。はい、現在12時15分で1755メートル、姿見平に来ました。こんな感じです、待望の姿見平です。やっと来れた。天気は相変わらず晴れですね。ちょっとね、雲がかかったりしましたけども、で現在の朝日岳はこんな感じです。すごくないですか、あの右からずっと登ってってるんですよね。ちなみにこっち側って多分見れないんだと思うんですよね、登ってる人だから分かんないと思いますけど、あの春になるとチングルマが群生するらしいです。いかがでしょう。たださっきの分岐からここまで来る間に、あのだんだん木道とかの段々と石段がすごいきつくて嫌でしたね。最後の最後にこういうのってなんとか来れました。あと
潟見の行きまで 1.9 キロなんで、どれぐらいだろうね。地図を見ると、さっきの分岐から姿見平まで1時間40分らしいので、残り40分ぐらいかなで着くと思います。さっきの分岐が11時37分で、そこから1時間40分なんで12時半の13時10分で、今の時間はちょうど1時間ですね。55分から1時間ぐらいで着くそうです。ちょっと小休止していきたいと思いますけど、最高ですね。今雲がちょうど取れて絶景ですね。朝日だけ絶景。うわー、こっち絶対来るべきだ。すごすぎる。オープロンペンチャンスしな。2時48分、姿見の池がもうすぐそこです。で、去年ね、ここ上がってきたんですよね、少しね。なのでもうゴールです。すげえ、これ見てください。蝦夷山林道の群生。たまにね、こうやって色が薄いやつがあったりするのがまた綺麗ですね。あそこにもありますけど、やったー、大金星だ。なんだろう、蝦夷山林道とか去年よりも、ここにいますね。食事中、すごいね。すげえ、見てください。うわ、群生してる。もしかしてあれかな、蜂にいっぱい付きまとわれてるでしょうか。すげえ。現在12時55分、1655メートル付近です。やっと戻ってきたって感じ。まだゴールじゃないんですけど、どうでしょう。あのね、右端をずっと歩いてたんですよね。雄大すぎる。大金星だ。お腹すいた。思ったよりも早かったですね。もう1時間ぐらいかかるかと思った。なんとかゴールしたいと思います。まもなく到着です。はい、現在13時2分無事到着です。やったLa place en masse.